マフマフ不動産んマフです。今日はですね、なんと相対性理論についてですね、わかりやすく簡単にですね、どうすごいのか、あの、解説していきたいと思います。まあ僕自身ですね、物理をやって,てですね、時々ね、こうやって物理のことを話してるんですけども、意外と評判良くってですね、またやってほしいって声があったので、やりたいと思います。 で、まあ、相対性理論どう思いますかねすごい難しいって話を聞いたりとか、まあ、世界にはね、3人しか理解できる人がいないとか、僕も子供の時聞いてですね、ものすごいこうワクワクしながらね、相対理論を勉強した覚えがあります。で、今日はですね、相対性理論、まあ、どうやって生まれたの結構ね、もうむちゃくちゃぶっ飛んだ理論なんですよね。まあ、それがいきなりこう、なんで出ていたのかっていうのね、その背景みたいなのをですね、解説していきたいなと思ってます。で、まあ、実際相対性理論、アインシュタインどう考えたか、で、相対性理論によってどうやってですね、考え方が大きくもう劇的に変わったのか、ものすごい面白い。 面白い内容に含まれているので、まあ数式とか使わずにね分かりやすく解説していきたいと思います。でまあ元々ねどっからスタートしたかっていうとまあ、電気と磁気のですね謎から追っていったらですねあの相対性理論に行き着いたまあ、そういうイメージなんですよね。でまあ1700年ぐらいにはね電気とか磁気とかまあ、研究が始まっていて。 ま、例えばね、静電気とかね、こう、下敷き、こう、紙にあって、こう、立ったりとか、プラスとマイナス、こう、引き合うとかですね、反発し合ったりとか、ま、そういうのを、あの、習ったことあるかもしれないんですけども、ま、プラスとマイナスが反発するとかね、あと、ま、磁石でですね、方位磁石みたいな、こう、地敷があったりとか、しますとか、ま、たこう、電気を流すとね、こう、磁場ができて、それで磁石が動いたりとかですね、 あと、ま、逆に、こう、磁石をこう、コイルにこう、動かしたりすると、電気が流れる誘導機電力とかあったりとかですね。まあ、そういうのがいろいろ分かってき始めましたと。で、 ま、あ電気流すと磁石動くっていうね、これ実はあのモーターになってたりとかして、で逆に磁石を動かすと電気が流れるっていうのが発電機になってたりとかして、これね、みんなの周りにもよくあるんですけども、これありましたね、フレミングスのね、こうなんか右手の法則、なんかこういうね、電磁力みたいなね、ま、あそういうのなんかこう、うろ覚えで、ま、右手が左かとかごちゃごちゃなるんですけども、そういうのをやったりとかで、ま、あ電気についてだんだん分かってきましたと。 で、そうやってるうちに1800年ぐらい入ってくると、マックスウェルって人はですね、電磁気もすべてね、数式で表せるようになりましたと。もう完成した、電磁気はっていうのやって、あのー、数式で表せました。で、えー、それがね、すごくて、これマックスウェルの方程式って言って、まあ、ややこしいのはですね、<laughs> 全然、まあ、こういうのあるよっていうくらいでいいんですけど、4つありますと。これでね、あの、電気とか磁気とかね、計算していくってことをね、あの、数学でベクトルを使ってこう、うまくね、導いてですね、すごいんですけども、 そこをこういろいろいじくってるとですね、なんかこう、えー、電磁波の式が出てくるんですよね。電波と磁波の,電波,と磁波,のこう波の式に出てきてて、で、それがね、あの、さらに高速と一緒になってるっていうのが、えっと、わかってきましたと。なので、これで、えっと、電磁気っていうのはね、あの、電磁波っていうのが、えっと、光の一種ではないかとか言われ始めていて、 まあそれでさらに方程式の中に光のスピード30万キロ、秒速30万キロって出てきたりとかして、これでね結構光が何なのかいろいろまあからなかったところがあったんですけど、どうやら電磁波だっていうことがわかった。さらにまあそれは電磁波光であるし、まあそれスピードもわかってきましたっていうのがあると。で、まあ電波と磁場の波だったら、あのこれで一つ疑問がね、あのさらに深まったんですけれども、ま、あ 光が、その波だったら、電磁波だったら、こう何かをですね、こう波って伝わりますと、まあ例えば、音であればですね、こう空気をこう伝わりますし、まあ水面の波であれば水をこうね、伝わるっていうのがあるんですけれども、一方で光っていうのはね、真空であろうと何もないところだろうとこう伝わってくるってあって、で、それに対してスピードが出るってことは、その何かの媒体に対してこう光が伝わってて、 で、それの、その媒体に対して地球が動いてるから、それのスピードが出せるんじゃないか。まあそういうふうに考えたりとかしてきましたと。その光が伝わる媒体をですね、エーテルって呼んでました。まあね、あの、ファイナルファンタジーとかでなんかこうね、マジックパワーを回復するようなイメージあるんですけど、エーテルって名前呼んでて。で、それがですね、その例を伝わってくると仮定してですね、エーテルをどうにかして検出しようとしてみんな頑張り始めましたと。 で、ただもう,こう宇宙全体はですね、エーテルっていうのを満たされてて、まあそれで、ね、今もこう僕光、光で照らされてますけれども、光がエーテルを伝わってるんじゃないか。まあそういうふうに考えたわけですね。で、例えば地球が、こう、エーテルの中をこう動いてるとして、まあエーテルね、地球ってこう太陽系の周りで動いてるし、その、あの、自転もしてるしっていうことで、そのエーテルの流れっていうのはですね、地球の今この場の動きと全く一緒っていうのは考えられないので、 あの、エーテルの中で、ま、地球はですね、自転しながらさらに太陽の周りを回りながら、その太陽系全体としても動いてるっていう、結構複雑な運動をしているはずだと。ま、それでエーテルをですね、検出しようとしたときに、その光がですね、そのエーテルに対してこっちに進んでるんだとしたら、ま、こっちに進むスピードとこっちに進むスピードでですね、あの、光のスピードって変わるだろうっていうふうに、ま、考えましたと。で、それをですね、どうにかして検出しようとして、 1900、1895年ぐらいですね、マイケルソン、モー,レモーリーって人がですね、マイケルソンとモーリーさんが、あの、実験をしました。で、どういう実験したかっていうと、あの、こう、鏡を置いてですね、まあ、光、ポンポンってって、ポンポンってって、ここで、あの、干渉させるっていう、あの、光と光をこう、あの、混ぜ合わせてですね、干渉島っていうのが見えるんですけども、まあ、そうやって、あの、 えこっちの距離とこっちの距離が変化があったらですね、ここの干渉側は変わるっていう、そういう検出器を作ってですね、実験しましたと。で、まあね、本当にこの地球がぐるぐる動いてるから、エーテルに対して距離変わるから、ここの距離っていうのもですね、実質的な距離も変わるはずだと思って、まあ観測してたらですね、まあ普通距離が変われば、ここのあの干渉島っていうのがこう変わるので、検出できるはずなんですけれども、 実際ね、あの、ずっと待っててもですね、えー、全く、その、同時にこう、光が同じように戻ってきて、干渉島は全く動きませんでしたっていう結果になりました。これね、またすごいあの、不思議な結果で、光のスピードってまあ秒速30万キロってなってて、ま、なんかの媒体の中をこう、ね、伝わってるはずだって言ってて、で、それでね、あの、こっちの方向に光出して、こっちの方向に光出して、もう、あの、その干渉島はずれないってことは、その、媒体に対してですね、全然動いてないっていう風になっちゃうんですよね。 で、地球と同じような感じにエーテル動いてるわけでもないし、これは何なんだろうって言って、ずっといろいろもう調べててもわからないって、もうこの事実としてはもう本当にね、どの方向に光こう打ってもですね、まあ同時に返ってくるような感じになってるんで、まあどうしてだろうって、どうやって考えるんだろう。まあそれがね、物理のね、面白いところですね、その自然がね、結構、あの、よくわからないことがいっぱいあるので、どういうふうに考えるか、まあいろいろこう仮説を出したりするんですけども、そういった大論争にってるうちに、あの、ローレンツさんって方がですね、えー、まあ、 エーテルに対してこう、動いてるけど、それで、まあ、う、うまく動いた分だけ、あの、距離が縮、まってて、それで同時にこう、帰ってきてるように見えるんだ。まあ、そういうふうにですね、えー、無理やり数式は動かしましたとまあこれも結構むちゃくちゃな議論なんですけど、まあ、そうすれば説明できるっていうふうにローレイスさんは言ったんですよね。 なのでこのエーテルの中で,ですね、まあ僕らはこう動いてるんですけれども、動いてるとしても、その動いてる方エーテルに対して動いてる方向に対して距離がですね、まあ絶妙にドンピシャで縮まっていると。だからどっちの方向に光打ってもですね、距離一緒になって、まあそれでですね、えー、この干渉島が動くことはないっていうふうに言ったんですよね。まあそれでいった丸く収まりそうだったんですけれども、 いやいや、ちょっと待てよと。ようやくね、ここでね、アイシャインが出てくるわけなんですよね。これおかしいと。ローレンツ変換っていうんですけど、ローレンツさんの考えはおかしいと。あの、光はですね、実は誰から見ても同じ速度なんだ。高速度普遍の原理とか言ったりするんですけど、これ突拍子もないことをぶちまけまけしたと。<laughs> これね、あの、考えられないですよね。あの、誰から見ても光のスピードは同じだっていうふうに。まあ、そうやるとですね、自然はすぐ説明できるとしたんですよね。 それで、まあ、計算すると、あのー、時間っていうのがですね、えー、人によって変わったりだとかですね、長さも観測者によって変わったりとか、いろいろね、あの、普通、従来ね、あの、時間って誰が、あのー、同じ、誰しも同じ時間が流れるっていうふうに当然のように思ってたんですけども、そうじゃないと、時間はですね、その観測者によって変わるんだとかですね、長さもね、誰が測っても長さは同じとか思ってたんですけどままあ、長さもその、 観測者、ま、あ完成形とか言ったりするんですけど、観測者によって変わるんだみたいな風にですね、言ったりとかしています。で、そういうね、こう、光をね、誰から見ても同じだっていうのを、あの、仮定するって全部数式組んで、そうするとうまく全部説明できるっていう風にしたんですよね。まあ、それね、当時その、常識をぶち壊すような相対性理論っていうのが出てきて、まあ、かなり難解でしたし、まあ、最初のうちはね、あの、このアインシュタインさんが、あの、相対性理論とか発表した時って、 あの、教授だったかっていうと、特許庁とかに勤めながらやってたんですよね。だからまあ、あの、地方っていうか、ま、普通のね、特許庁の職員が論文出したみたいな感じになってるんで、それがなかなかこう、広まることもなく、なかなかね、難しい立場であったんですけども、ま、それが実は正しかった。構成になると正しかったってなります。で、速さがね、人によって変わるってどういうことっていうと、ま、普通はね、車50キロで出してて、自転車20キロで走ってたら、ま、車から自転車見ると、こっち方向に30キロで、 あの、走ってるように見えるっていうふうに相対的ですよね。この自転車から見るとこっちは30キロでこっち、あの、動いてるように見えるって、これ引き算で決まるし、まあ、止まってる人基準の、これは速度ですよっていうことで、ま、あ,あ普通にね、誰から見ても同じ速度ってありえないんですけれども、光は誰から見ても、常に、秒速30万キロになってるっていうね、素晴らしい理論っていうか、素晴らしい結果で実際そうでしたっていうのがありますと。 まあじゃあもし、ここから相対性量なんですけども、そうやって光の速度が一定で、うまくこの世界を説明するように式書を変えていくと、どんなことが起こるかっていうので、まあ、簡単にいろいろ言っています。 よくね、聞かれるっていうか思うのは、やっぱ光の速度から光の速度を見るとどうなのってこう、戦艦ヤマトみたいなのね、光の速度でバッと走ってて、こっちも光の速度でバッと走ってると、お互いがお互い、ね、2倍の光の速度になるかっていうと、そうじゃなくって、あの、お互いこう、光の速度になるっていうような、えっと、変換式ができ、できてくるので、実際そうなってるんですよ。なので、光の速度は超えられないっていうのはですね、一つあの結果として、相対性論の結果出てきます。なので、高速度は絶対、 あの、超えることできなくって、しかも高速度は不変。まあ、そういうふうにですね、うまく、あの、座標系いじっていくとそういうふうになると。また不思議ですよね。これもね、あの、普通に1たす1はね、2だから2倍の高速に見えるんじゃないかって思うんですけど、そうはならないと。あと、ま、加速ね、し続けるとどこまでいけるのっていうのもですね、あのー、これ限界があって、これもね、高速を超えることは絶対できないっていう、加速し続けでも。何が変わるかっていうと、 あの、エネルギーがですね、あの、質量に変わるっていうので、またそれもぶっ飛んでるんですけども、E コール MC に事情ってもしかしたら聞いたことあるかもしれないんですけど、ものすごい有名な式で、まあ、エネルギーを与えると、まあ、その分がですね、まあ、質量に変わるみたいな、まあ、そういう式になったりし、逆に、 質量はエネルギーを取り出すみたいなですね、そういう式になってるんですけれども、まあ、本当にその、ある程度ね、こう加速し続けるとですね、実際重くなるっていうのがあって、実際ね、電子とかを加速器でぐる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 回して加速ブラーって高速ぐらいまでやっていくと、あの電子の質量上がっていったりとかするのを実際にね、観測されたりとかしてるんですよね。これまた相対理論の結果で、不思議なんですけども、そういう風になってますと。 相対性理論、まだね、時間が遅れるっていうのをね、これもね、また分かりにくいし、ね、あの、普通常識では考えられないんですけども、まあ、よく一般的な説明で相対性理論、あの、どういう風に考えるかっていうと、まあ、普通光が鏡でですね、こう反射してますと。まあ、例えばむちゃくちゃこう距離があったとして、まあ、1秒で1往復するぐらい鏡があったとしましょうと。のここすごい距離があるかもしれないんですが、まあ、1、2、1光がカン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 って反射してますと。 で、もし、動いてるですね、その、えっ、ー、と、光のですね、その時計を、動いてる鏡、これ見たらどうなるかっていうと、これはこう動いてるんで、光はこうジグザグこう進んでるように見えますね。このカン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 ってのこう動いてるんで、こういう風うにこう、見えますと。っていうことで、こう外、外から見て動いてるこう鏡を見たら、こういう風うに走る、走ってるように見えるんですよね。 あの、外から見ると。ってことは、ものすごいスピードでこう動いてたら、ここの距離っていうのがどんどん長くなるんで、で、ここのね、今までこの距離1秒あったのが、こう距離が長くなるんで、1.5秒とかもしかしたらかかるかもしれないってことで、こ、この光が1往復する時間が長くなるんですよね。なので、これまた不思議なんですけれども、その動いてるものを外から見ると、時間が遅れて見るっていうのがあったりします。なので、これがね、時間の遅れとして <laughs> 不思議なんですけど、よく一般的にこれは説明されたりします。 これがね、あのー、非常に困難っていうか、まあ、考えにくいですよね。時間がね、遅れる。動いてるものが遅れるっていうのは非常に難しいし。で、あの、これね、あの、普通に、車乗ったりするぐらいじゃ全然ダメで、あのー、超高速、ロケット乗っても全然大丈夫なぐらいで、本当ね、あの、光の速度って死ぬほど速いんで、まあ、光の速度になってくると、こういうふうに時間の遅れをですね、えっと、感じれるようになったりします。 で、まあ、よく言うのは双子のパラドックスとか言って、まあ、お互いね、こう、双子は高速でこう、動いてたとして、ヒュンとね、行ったとして、それで、あの、どっちが遅れてるんだとこっちから見るとこっちが遅れてるように見えるし、こっちから見るとこっちが遅れてるように見えるし、ま、行ってどっちが遅れてるんだみたいなのが、ま、双子のパラドックスとかあったりするんですけども、まあ、これはですね、え、どっちとも、こっちから見るとこっち遅れてて、こっちから見るとこっち遅れてるっていうのは、そのまま正解で、 あの、どっちが見てもどっちが遅れてるんですよね。それなんでかっていうと、こう、すれ違、ヒュンってすれ違って、そのまま、そのままなそのままもう二度と会うこと負けて、こう離れていっちゃうっていうのがあるので、別にそれはね、矛盾してないんで、お互いがお互い遅れて見えるっていうのがあるんですよね。で、片方がね、引き返してきたら、そっちの方が遅れてるっていう風になるっていう、そういうあの、パラドックスになってますね。なのでまあ、これよく、あの、相対論で出てきますね。 あと、ま、あ本当に、浦島効果とか、その、こう、ヒュンと言って、こう、戻ってくると、戻ってきた方が遅れるっていうのがあって、あの、これね、あの、ウキペディアで計算されてた浦島、あの、相対性理論のところで、あの、わかりやすかったで、そのまま使っちゃったんですけども、え、ま、例えば、地球からですね、え、光の速さの90%まで1年かけてボーっと加速していって、 で、1年間、光の速度でですね、90%、光の速度の90%、を1年間、バーッと走り続けて、で、まだ1年かけて、止まって、っていうんで3年かかるんですよね。で、3年かかって止まったところで、また3年かけて、えっと、こう、同じような感じで逆に戻ってきて、地球に戻ってくる。まあ、そういうふうにした時に、あの、時間がどう流れるかっていうふうに計算すると、まあ、地球では、まあ、あの、6年かかりましたってことで、こっちは、 6年進んでるんですけども、まあ、宇宙船は3年半ぐらいから4年半か3年半ぐらいの結果になって、あの、遅れてるっていうのが、遅く、時間の進みが遅くなるっていうのがですね、まあ、計算すると出てくるっていうので、まあ、本当にそういう旅をすると、この宇宙船の中の時間の進み方と、まあ、地球の中のですね、時間の進み方が全然違う。まあ、そういうね、結果がね、面白いこと出てるんですよね。これ、浦島効果とか言ったりしても相対性理論のね、あの、結果の一つになります。なので、ここまでがですね、あの、 特殊相対性理論っていう、まあ、あの、普通に高速で動いた時にどうなんのみたいないう風に考えたのが、ま、こういう風になる。ここだけでもね、かなりクレイジーなんですけども、さらに発展させてアインシュタインさんは、一般相対性理論っていうものを、えっと、かいあの、作りました。またわけわかんないですけど、あの、等価原理っていうものからですね、えっと、導いてて、ま、この箱の中に人がいたとして、で、ま、例えば地球上だとすると重量がこうかかってますと。ま、そういうなのか、こう、箱をこう、 無重力の中で箱を動かして急激にこう動かした時にペンギンさんが中で重力、力をこう感じるっていうのをですね、まあ見分けがつかないでしょうっていうような感じで、まあ本当にその透過原理っていうので、その重力とそのそのえっと、加速度運動のこのによるえっと、完成力っていうかその力がかなか,なか,かっているのが見分けがつかないっていうようなところから、まあ一般相対性論と一般化してですね、えっと、出してくると。 まあそういうふうにして、まあ、重力に関してですね、重力とか、まあそういうのを深くですね、他の見方からニュートンの見方と違うような感じで導いてるのがですね、すごい面白い物理になってます。で、まあこれでですね、あの、まあ難しいんですけど、直感的にどういうふうになってるかっていうと、まあ例えば重力はですね、空間が歪んでるっていうふうに、えっ、ー、と、一般相対性理論ではなってます。 例えば地球があって、まあ月がですね、こう、引き寄せられてるんですよね。で、まあそれをこう、その重力で月はですね、こう、地球の周りを回ってるんですけども、その月が感じてる重力っていうのはどうなってるかっていうと、こう、地球がですね、空間を歪めて、こう、へこませてると。まあそこのへこみの傾きによってですね、えっと、転がる、こっちに転がる力をですね、こう、重力として現れてる。まあそういうふうに一般相対性理論では考えるんですよね。で、本当にこの空間が歪むと。 で、あの、月はこの空間歪む縁をですね、コロ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 、こう、転がってるような、まあそういうイメージで、えっと、一般相対性理論だと、まあ月がですね、地球の周りを回ってるとは見えると。で、実際こういう風にですね、あの空間が、地球の周りは、ま、曲がってるっていう風に言えると。で、これね、実験で、まあ本当にそんなのなってんのってね、その、数式をですね、いくらこねくり回して、えー、理論を作ったところで、こう、実際の世の中がで,ですね、それを表してなかったら何の意味もないっていうのがあって、まあよくね、あの、いろんなこう、 たまにこう、コメント欄にいろいろ書いてくる人いるんですけども、結局、どんな理論を作っても別に自由なんですけども、それが、あの、本当に自然を表してなければ全く意味なくって、それがうまくこうね、ついつまあってですね、どこの世界でもば常にそれが成り立つように、まあ、ああの、物理の法則っていうのはですね、数式で表せなきゃいけなくって、でも、まあ、実際に相対性理論とかで、えっと、この太陽がですね、えー、あるときに、まあ、本当に太陽によって、そのまあ、空間が歪められますと。でもし、本当に歪められてたら、その後ろにある、 星ですね。太陽の、ま、後ろにある星も、こうやって、見えるようになるでしょうっていうのが、えっと、予言されましたと。で、えっと、日食って言って、ま、ここ太陽を、こう、月が隠してしまった時ですね。に、それを検出したのがあって、で、それがですね、検出できるんじゃないかって言われていて、で、実際にですね、1919年に、ま、光がですね、太陽で曲げられて、後ろにある星がですね、実際見えたんですよね。っていうのがあって、それでま、一般相対性理論の正しさっていうのがですね、本当に確かめられたと。 いや、どうやら本当らしいと。本当にこう、空間曲がるんだ。とかですね。で、まあ、その、えっと、一般創生量の式をいろいろ解いていくと、まあ、超密度が高くなっていくとですね、こう、すごい、こう、むちゃくちゃこう、深い穴ができるんで、もう光すら抜け出せないような、あのー、えー、星があるっていうか、光が、光すら抜けられないようなですね、そういう、えっ、ー、と、場合ができてしまうと。 ま、それがですね、え、そんなおかしいとか言われてたんですけど、数式上そうなってしまうと。で、実際それがですね、ブラックホールとしてですね、えー、光すら出られないような星っていうのがあとありそうだってことが分かって、実際観測されてですね、見つかっていました。なので、一般相対性理論でですね、まあ、こういうあの、ブラックホールみたいなのも予言されたりとかしました。まあ、すごいですよね。本当にあの、ブラックホールができてですね、え、それで光すら抜け出せないような、そういうのはま、宇宙にたくさんあるっていうのはですね、まあ、 あの、一般相対性理論から予言されて、まあ、実際にですね、えっと、星の成長としても、あの、まあ、チャンドラ・セカールさんとかいろんな人がですね、こう、えー、白色矮星のですね、白の限界がこれぐらいあるとかですね、これ以上あるとブラックホールになるとかいろいろこう分かってきてですね、もう本当にこの一般相対性理論のおかげで、こうやってあの、ブラックホールが成り立つとか、宇宙のこう成長とかすごい分かってきたっていう、今までこれがなかったらもう手も足も出なかったようなところはですね、理論で分かるようになってきたと。 まあ、もうちょっと詳しく知りたい方は、この、あの、ブラックホール観測っていう再生リスト、あの、詳細を貼っとくんで見てみてください。とか、他にもね、あの、一般相対性理論でいろいろ結果分かってきて、宇宙がね、膨張とか縮小するとか、まあ、そういうのも、あの、普通に導かれてて、あのー、まあ、アインシュタインさん自身はですね、その宇宙は定常的なもんだって信じてたんで、そんなおかしいよっていうふうに言ってたんですけども、まあ、それでですね、えっと、 宇宙が膨張しないようにですね、うまくついつまるように宇宙港っていうのを適当に足してですね、宇宙がまあ一定で安定しているような宇宙をこう作ったんですけどね。でも実際ね、宇宙観測してみると、あの、いろんな星がね、こう、地球を中心にっていうか、すべての星、すべての星とかですね、すべての銀河が、あの、地球から遠ざかってるんですよね。すごいスピードで。 で、宇宙はですね、それもあの、どういうことかっていうと、すべて宇宙がですね、えっと、東方的にこういうふうに広がってる、膨張し続けてるっていうのものですね、ハップルさんって人がですね、まあ、赤方変異っていうのとか、いろいろ観測して、まあ、すごい分かりましたってことで、それもね、あの、宇宙が膨張してる証拠がですね、まあ、そう見つかったし、まあ、それも相対性理論で予言されてたってことで、まあ、すごいなと思います。で、アインシュタインは、まあ、あの、本当に、これ、生涯、えー 人生の中で一番のこれミスだったってまあ宇宙は安定的なものだと信じてこれ足したのはね、将来あの、一番のミスだとか言われたって逸話が残ってますよね。でもまあ実際ね、いろいろさらに最近になって深く調べてみると、まあ宇宙はね、こういうあの、膨張してるのはまあ星のえっと密度とかいろいろ関係あるんですけど、それ以上になんかわけわかんない力でね、それ以上にあの宇宙膨張し、加速度的に膨張してるよみたいなのがあって、それはダークエネルギー、 っていうふうに呼ばれて、まあ、さらにそれを宇宙港として、ま、復活したりとかですね、また歴史はね、いろいろ僕わかんなくなったりとかして、またこれ宇宙の不思議なところなんですけども、そういうのが今最先端ですね。これはまあ、あの、ダークマザーとかダークエネルギーとかですね、解説してるんで、これもね、詳細欄貼っとくんで終わったら見てみてください。とか、さらに、まあ、相対性理論からですね、重力の波があるって言って、重力波だとか言って予言されたりとかしました。で、まあ、重力もこう波だとしてですね、 重力がこう、波として伝わると、高速で伝わってくるっていうのがあって、まあ、その、重力をその、質量があるものをこう、揺で動くとですね、加速度運動すると、その重力の伝わりが波として、と、観測することができるだろうっていうふうに予言されてて、ただまあ、その、ものすごい小さいんですよね。まあ、例えば、あの、地球と太陽の距離ぐらいこう、離れてる中の、あの、水素原子1個分とか、確かそれぐらいの変化しかないんですよね。 っていうのがあって、小さすぎて、そんな分からんだろうって言われてはいたんですけども、それまだクレイジーな人たちがですね、それを実際に死に物ぐらいで観測しようとしてですね、2016年にライゴーっていうあのアメリカの研究所でですね、観測初めて重力波っていうのを観測しました。これまたね、むちゃくちゃクレイジーで、ノーベル賞ですね、2、3年、17年ぐらいかな、と、とりましたね。これも素晴らしい研究結果ですね。で、まあこれもね、あの、重力波の、 あの、最初さらハット群で解説してるんで、ね、よかったら見てみてください。で、検出方法はね、ほんと先ほどのマイケルソン・モーリーの実験と同じように、あの、本当にこう、光をですね、こう、両方向に打って、こ,この干渉島を見るってことで、まあ、その重力が来た時にちょっと距離が変わればですね、ここの干渉島が動くっていうのを、あの、超巨大な、あの、この片身3キロ、3キロとか4キロとかあるようなですね、超巨大な、あの、 え、土管を掘ってですね、ボーンとこうやって、それで <laughs>、ものすごいスケールで実験して、それで初めてね、こう、重力波を観測したっていうすげえニュースなんですよね。というとでね、ちょっといろいろ紹介しすぎてるんですけど、まあそれぐらいね、相対性理論、一般相対論、ものすごい結果がありますと。まあ他にもね、重力が強いとですね、こう時間が遅れるとかですね、他にもまあ重力レンズ効果って言って、まああのー、 重力がレンズのようになって、その銀河団とかある後ろの星がこう、レンズのようにこう、銀河団になって、拡大し見えるとか、いろんな効果がですね、やっぱ一般相対性量あって、まあ、ものすごいですね。でも、実際の世界でもですね、こう、GPS とかでですね、まあ、距離を測るのに、まあ、あの、結構速いスピードでこう動いたりするんで、相対性理論で距離を補正したりとかですね、あとはあの、時間ですね、時間も補正したりとかを、えっと、GPS でやってたりとか、 あと、えー、本当に、核融合とか核分裂とか、まあそういうのもいい、こム MC 事情のですね、えっと、そのエネルギーの元になったりとか、まあ意外と身近でもやったりとかしてますね。そてな感じで、まあ、アインシュタインの相対性理論なんですけれども、あの、まあ、光の速度はね、誰から見ても同じっていうね、一旦、一般的にはね、わけわかんないところから、まあ、それを導かれましたと。まあ、それはもともとね、マクセルの方程式のところにね、高速が出てきて、 それはまあ、あの、エーテルがですね、検出できなかったってところからまあ、そういう歴史の流れがあってですね、まあ、100年以上前にそういう風うになりましたと。これまたすごいことですよね。で、本当はね、アインシュタインさん自体はもう卓越した物理戦争、信念があって、まあ、その、なんかもう、光は高速は一定なんだってその突き進むパワーすごいものがありますよね。まあ、量子力学ではですね、その信念がちょっと逆方向に行って外れてしまってですね、ちょっとまあ、あの、最先端から少しずれてしまったようなところもあったりする。また、これもまた、あの、悲しいところもあったりとかします。 で、まあ、相対性理論ですね、宇宙の理解がもう劇的に深まりましたし、あと、ま、量子力学、これも最終リスト、あの、詳細は貼っとくんですけど、量子力学っていうので、原子の理解があの劇的に深まったっていうのがあるので、ま、あ本当ね、この1900年ぐらいには、その量子力学と相対性理論というのはですね、もう物理の今までの世界が一変して変わったんですよね。 で、もこれが新しい物理をですね、1900年代、あの、切り開いたっていう劇的な変化になってます。で、それより前のことはねもう古典物理学とか言ったりとかしていて、まあ、その相対論とか量子力学が、まあ、新しい、そう、現代の物理学のその第一歩の1ページ目って、まあ、そういう位置づけ歴史的にはなってますねって具合で、まあ、物理はものすごいですね、楽しいこともあって、難しいってイメージもあるんですけども、実はですね、こう、世界をこう、自然をですね、数式で、まからして、いろんな現象をこう、予言したりとか、またね、こう、GPS とかですね、いろんなこう、えっ、ー、と、 身近なものにですね、使われたりして、役に立つ時も来るっていうので,ですね、非常に面白いもんだなと思って、僕はむちゃくちゃ大好きですね。で、まあ、あの、他にもですね、量子力学とか、ダークマターとかですね、重要化とか、まあ、量子コンピューターとかいろいろ解説してるんで、よかったら見てみてください。あと、 あの、再生リストもね、科学とか再生技術作ってるんで、よかったら見てみてください。はい、最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルはですね、不動産投資とか株式投資とかですね、経済ニュース、またたまには科学とかやったりするので、ぜひ面白かったらですね、チャンネル登録お願いします。またですね、コメント、高評価はいつもありがとうございます。あの、シェアしていただけるですね、役だったら非常に嬉しいです。あと、Twitter で有形な情報を発信してるんで、よかったらフォローしてください。それではどうもありがとうございました。Bee.